みんなさ、これ最後の配信なんだけどさ、課金しなくていいからね。課金しないで。そう、なんか TikTok、 これはなんかそのショールームさえ、そう、この配信はなんだっけ、最後の配信、今日最後の配信になる、ショールームは最後になるんですね。そう、でも今日さ普通に温泉行っちゃって、メイクしたくなくて、そうメイクをねやってないから、その TikTok ライブで最後の配信はちゃんとメイクとかして、髪の毛とかお洋服とかもちゃんと着て、そうやりたいので、今日はしないでください、お願いします、今日はしないで。そう TikTok ライブでするから、もしなんか、そうないと思うけどさ、もしなんかあげたいみたいな、ないと思うけどさ、あったらなんか握手券買ってくれたりとか、そう、そのラスト TikTok は明日だって。そう、ちょっとさ、ちょっと待って、これなんかバグって、なんかさ TikTok ライブはいつしようかな、でも明日暇だから明日しようかな、明日します。じゃあそう、お祝いのやつは明日。そう、これはショールームはラスト。そう、まあ本当にね、昨日はまず皆さん本当にありがとうございました。明日の夜だって、そう明日の夜の予定よ。そう、まず昨日は皆さんね本当に楽しんでもらえたかな。ちょっと待って、なんかバグったんだけど、どうしよう。待って、なんかバグったんだけど、なんで。バグったんだけど、ショールーム、これでいいや。そう、昨日本当にね皆さんありがとうございました。お越しくださった方がやばい、引っかかった。お越しくださった方が多かったと思うんですけど、本当にね皆さんありがとうございました。本当に幸せでした。そう、そうそう、どうでしたか昨日。ドレス可愛いか、ドレスのデザインに合わせてママにネイルしてもらいました。そう、生で見た方が可愛いかもしれない。ミニーちゃん、そう、ドレスはミニーちゃんみたいにしてくださいって言って、そうで丈感とかも全然言ってなくて、もう似合う感じでって言ってもらって、そうミニーちゃんになりたいなと思って、ミニー、そうみ好きだからさ、ミニーちゃんにしてもらいました。そう、本当にねありがとう、ありがとう。だってもうさ、昨日からさいろんな人に感謝を伝えてて、公演もなんだけどさ、その公演に来てくれた人たち、家族とか、あと友達とかも、あと学校の先生も来てくれたりとかさ、そう、毛利さんと湯浅さんとか、あとは今までお世話になったスタッフさんの方がたくさん来てもらって、そう、なんか私のその活動していく中でのなんか夢って言ったらあれだけど、活動してる時にのなんかこうなりたいなみたいなのがあって、そのパフォーマンスとかっていうの以外で、実はそのスタッフさんから愛される人になりたいって、なんか人間としてやっぱり素敵な人って、やっぱスタッフさんが自然とすごい寄ってきていたりしてたから、そう、私もそういう先輩、それがね山田七海さんで、そう初めて、そう山田七海さんはすごくねスタッフさんに愛されてて、そうで私もスタッフさん、自分の卒業公演にたくさん来てもらえるぐらいになりたいなと思ってたから、その
コンサートの時、この間のお会いし、あの毛利さんにお会いした時に、れいちゃん推しメンだから卒業公演行くよって言ってくださって、その時はなんか嘘だろうなと思ってたの。なんかめっちゃ失礼なこと言うけど、なんかその場のノリみたいな感じで、そう、そのコンサートの後にその面会みたいのがあって、そう、毛利さんとお話しする時間があって、本当に推しメンだからみたいな、れいちゃんすごい輝いて可愛かった、卒業するのもったいないみたいに言ってくださって、そうで言って嬉しくて、でもなんかその時に初めて推しメンってさ、毛利さんから言ってもらえたから、え、嘘でしょと思ってたので、半分信じてなくて、でそう超失礼なんだけどさ、本当のことを言うと信じてなくて、嘘なんだろうなみたいな思ってたんですけど、そうで、その数日前に本当に行くからみたいな、そう、卒業公演本当に行くからねって言われて、その時に、え、本当に来てくださるんだと思って、で昨日本当に来てくださって、そう、そうで、すごいね、毛利さんのエピソードですごい嬉しいことがあって、そう、もう言っちゃうんですけど、嬉しいからみんなに言っちゃうんですけどそう、なんかあの、わかんないよ、本当かわかんないけど、すごく嬉しかったのは、その毛利さんが来てくださって、その終演後にね、そのまあ家族とか友達とか、そう、まあ自分の関係者で呼んだ人と、その面会、呼んだ人全員と面会する時間があって、でそこで写真撮ったりとか、そう、まあ今までありがとうございましたっていう気持ちを込めて、まあ、お菓子をねお渡しさせていただいたりとかする時間を作ってもらって、そこで話してて、そうで、毛利さんと湯浅さんともね、こうお話しさせていただいて、で私的にはもうそこのお話が終わった後は、そのそれこそメンバーと写真撮ったりとか、他の SNS、 そのおされさんの SNS の写真撮影とか、あとは公式の写真撮影とか、壁写外しの撮影とか、あとは私昨日自主映画の動画の作成に関わってくださったスタッフさんも来てくださったので、その方が動画最後に綺麗に撮りたいって言ってくださって、カメラをねわざわざ持ってきてくださって、その終わった後にね、スタンドフラワーの前とかで、あのインスタのストーリーとツイッターには投稿したんですけど、そうそうそう、それのね動画をね撮ったりとか、結構もう多分終演後1時間半とかかな、1時間は絶対経ってたと思うんですけど、1時間半とかそう経ってて、で毛利さんと湯浅さん、あのその面会が終わったら帰られるだろうなって勝手に思ってたんですね。そう、そしたら壁、なんと一番最後の壁紙外しの時まで見守ってくださってて、そうで、さらに他の SNS、 私の普通に個人 SNS とか撮ってる時もずっと写真をね撮ってくださったりとか、ずっと近くにいてくださったりとかして、でも本当に私がもう帰りますみたいな時までいてくださって、本当にびっくりして、えー、こんなにいてくださるんだと思って、でそれでその湯浅さんがね、その毛利さんすごいれいちゃんのこと気にかけてくれてるよって言ってくださって、すごい嬉しくて、でそれだけじゃなくて、その壁紙外しまでその毛利さんが残ってることってすごい珍しいよって言われて、そうで嬉しいと思って、でそしたらなんと渡辺真由さんの時だけ残ってたみたいで、それから多分ねお忙しいとかもあったりもすると思うからあれなんですけど、そう、その最後の最後まで残ったのはれいちゃんとそのまゆゆだけなんだよ、だけだったよ、だけらしいよって言われて、って言ってたよって言われて、へえと思って、そう、渡辺まゆさん、私あのお会いしたことないですけどさ、ですけどさ、だってすごい嬉しくて、そう、そんなになんか本当に推しじゃんだってめっちゃ嬉しかったです。そう、すごいエピソードが実は昨日繰り広げられてて、そう、湯浅さんもね最後まで残ってくださって本当に感謝でした。そう、来てるのもすごく珍しい、そう、来てくださるのもすごい嬉しかったのよ、私は。
そうだから湯浅さんと毛利さん本当にありがとうございます。そうもう自慢話ですねこれは。そうあと他のスタッフさん、前マネージャーしてくださった方とかも来て、わざわざね県外から来てくださった方とかもいらっしゃって、とかお仕事早く終わらしてきたよとか言ってくださって、もう本当に嬉しくて、その本当にねスタッフさんが何よりたくさん来てくださったのが本当に嬉しくて、そう、あとはその自分の事務所の ING のスタッフさんももちろん来てくださって、本当に最後までね残ってくださってもう嬉しかったです。そうそう、あと曲の選曲の基準知りたいと思うんですけど、なんか基準っていうか、なんかそう何の曲にしようと思った時に、なんか最後は明るい曲で終わりたいと思ってて、本当は走れペンギンか桜みんなで食べたか夢は逃げないの最後の曲はその3曲のどれかにしようと思ってたんですけど、まあ、結局桜みんなで食べたにした理由は明るい曲だし、あと卒業ソングにぴったりと思って、で1曲目は忘れてほしい。そうなんかね歌詞が結構忘れてほしくないけどさ普通になんか笑って帰ろうみたいな歌詞になってるので、そう私普通に歌詞が好きだったのでちょっと難しい、山本彩香さんの曲だったから難しかったんですけど、たくさん練習してそうしました。で自分らしさはもう歌詞ですね、完全に歌詞で好きになって、本当は3人のユニット曲なんですけど、ダンスの先生がね8人バージョンに書き換えてくださって1からで披露することができました。そう明るく終わりたくて、そう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 、なのであの順番にしました。桜と自分らしさと忘れてほしいにしました。はい、もう公演はねすごいあっという間で終わって楽しかったです。そうなんかね緊張ね本当にしなかったですね。やっぱりそのやっぱそれこそ家族にね見守られてたりとか、あとそれこそスタッフさんに見守られたりとか、あとファンのみんながね見守ってくれたから無事に楽しんで終わることができたし、あとその公演のさコールとか、そうこれ見ました、皆さんありがとう。ねこれ持って帰ってきました、ママとか、そう私は持って帰ってきたけどねママももらってて、これそうでコールとかも皆さんねレイちゃんコールにしてくださいとか呼びかけてもらって本当にありがとうございます。おかげでもう将来もし子供ができたら子供に見せまくります、英才教育として今日の公演をはいっていうぐらい素晴らしい公演になって本当に幸せな時間をすごくさせてもらいました。だし私ねオンデマで見たんですけど自分の公演を、もうね歌がね成長したと思う、やっぱり最初からすると。だし緊張とかしたりとか泣いて結構歌ボロボロになるんじゃないかなって結構ね思ってたんですよ。でもすごい歌もいい感じに安定してて、そうよかったです。ママはすごかった、だってママ嘘、あ なるほどね私のママかと思いましたよ、びっくりしたそうで、そう素敵な歌声を届けられてよかったです。そうあとは皆さんスタンドフラワーもうすごい、お花びっくりしました、ショッキングピンクで、しかも私の大好きな、本当にありがとうございます皆さん。そうすごいね豪華でびっくりしました。そう友達がね綺麗に撮ってくれて送ってくれてすっごい嬉しかったです。あとはポスターと横断幕、皆さん本当にありがとうございます。横断幕もうね持って帰ってきました、飾ります家の実家に。
そう、本当にね、スタンドフラワー可愛くてびっくり、ありがとうございます。あとハチとテンくん、あ、ハチはいないわ、テンくんとタンくんもつけてくれて、ハチは生誕祭の時にねつけてくれたから、いや飾りますんでお家に持って帰ってきました。そう、ありがとうございます。あと19日にね、もう順番ぐちゃぐちゃで、19日にフワダム、フワムダか、フワムダ渋谷で会えますので、無料で、渋谷クロス FM さん、渋谷に来たら19日会えますので、みんな来てね。いやマジで来てほしい、みんな。なんか AKB 辞めたら、卒業したらファンじゃなくなるとかやめてんな。そう、あさってあさってよろしく。ちょっと急に決まって、私もびっくりしました。来てね。そう、本当にもうね、皆さんと本当にまずは出会えたことに感謝ですし、まず無料無料出会ってくれて、まず応援しようと思ってくれたことも嬉しいし、そう、本当にね、みんなとまずは出会えて仲良くなれて、ファンとアイドルの関係になれて、すごく嬉しかったです。そう、すぐお仕事決まるって幸せだね。いや本当にフワムダさんに、みんな来て、本当に来てください。そう、そうなの。今月はやっぱ卒業公演まではいろいろ動いたりすることできなくて、卒業公演が終わってからね、いろいろ動いたりすることが多くて、そう、ちょっとまだもう少しダイエットをね継続しないといけない感じなんですけどね。すごい痩せたと思わなかった？自分で言うのもだけど、なんか本当にちょっと言わして、一旦言わしてほしい。昨日ね、もう魔法がかかったのっていうぐらい可愛くてびっくりしました、自分で。なんか輝いてた自分が、なんか今のこの自分と、その配信っていうか昨日の自分がね、本当にね別人です。なんかアイドルで魔法がかかった、本当に自分の顔じゃないみたいな感じでびっくりしました。そう、ベストコンディションでした。なんか本当に魔法がかかったのっていうくらい漏れててびっくりしました。そう、本当にね幸せでびっくりポーンでしたね。そう、なのでみんなたくさん見てね。そう、そう、本当に4年半すごいあっという間。そうだったし、4年半ね、本当にあっという間でびっくりしました。でも本当にね、昨日ね思ったこと全部言ったから、本当にね感謝しかないんですよ。本当に感謝しか述べることができないんですけど、そう、まずはね本当にありがとうございました。やっぱりね、辛いことの方が本当に多くて、そう、やっぱりステージに立ってる瞬間ぐらいかな、本当にもうなんかね、こうって感じだから、すごい大変だし、何回も何十回も何千回もやめたい、もうやめたいと思うこともすごいあったんですけど、そう、辛いことも乗り越えて、だんだんねこう強くなって乗り越えられてよかったです。頑張ってよかったです。本当にありがとうございました。いや本当に、そうそうそう、あと卒業ブロックね見よっかな、今から卒業ブロック見て、お母さんからサプライズあるんで、ちょ、お腹すいた、本当にお腹すいた。さあ、昨日ちょっと聞いてほしい、昨日ねめっちゃ食べました。私じゃがりことか食べちゃいましたよ、本当に。
そう、スパゲティも食べたし、ニャンニャムチキンみたいなの食べて、もうめっちゃ食べて、で久々にそういう重いものを爆買いしちゃって、なんかねここら辺がねムカムカしててね。そう、昨日その終わってすぐ食べたんだけど、ここら辺がもうムカムカ今なんかね、ちょっと気分悪いじゃないけど、なんかね食べたいんだけど食べたくないみたいな、多分ね胃もたれしてるんですよ。そうだから今日ね何食べたっけ、あ、ささみ揚げ、セブンイレブンのささみ揚げと、あのセブンのあのドリンク飲んで、それだけしか食べてないから、めっちゃお腹すいた今。いきなり寝ます。あ、サプライズ来ます、サプライズ来ますってサプライズ言っちゃいます、楽しみ、知ってるけど。でも見て、あのね、何が出てくるかわかんないの。みんな私のママ気づいた？ライムさんありがとうございます。何これ、かわいいタワー、ありがとう。ライムさん、ライムさんさ、言っていいか知らんけどさ、なんか私のね、あの家族が写真撮ったんですよ。そこに写り込んでたよ、ライムさん写り込んでたっていうか、うん、写り込んでました。はい、写り込んでました、ライムさん。めっちゃびっくりしたんですけど、お姉ちゃん夫婦もいた。いたいた、お姉ちゃんお腹大きかったでしょ。かわいい、原宿、かわいい、なにこれ、見て超かわいい、待って待って、超かわいいんですけど、なにこれ、これなにこれ、頭につけちゃうの、かわいい、見て、ファンのみんな大好きって書いてる、見て、ありがとうみんな、見てこのクマかわいい、何、いきます、かわいい、超かわいいんですけど、食べよう、お腹すいた、どうぞみんな食べて、これさやりんさんの、いただきます、もう早く食べたい、早く食べたい、まずクマちゃんから、うんちー、待って、ママ電気つけてよ、ママのこと気づいた、みんな、ママすごい声でかかったでしょおいしい、ママのこと気づいた人いますか？うん、ママ降臨してないけど喋り声がで大きかったと思う。うん、チョコだ、かわいい、これ食べれないかな、あ、食べれない、すぐ気づいた、ママ似てるでしょ、ママのこと気づいたんだ、みんな、ママ綺麗でしょ、ママ綺麗でしょ、似てるでしょ、お姉さんかと思いました、って、それはさすがに言いすぎあれ、お父さんじゃないよお父さん来てない、パパね仕事パパ仕事休めなくて、でも逆にパパはあのラストコンサートの方に来てくれました。うん、ラストコンサートの方に昼夜で、
ベンさんありがとうございましたわ。いいのに、今日は、今日はっていうか、ベンさんありがとう、ありがとう。この頭あげますじゃあそう、ママね、家族多分ママの、ママのじゃないや、お姉ちゃんの旦那さんをパパってみんな思ってるのかな。若すぎでしょそれは。そう、普通になんかピザとか食べたいな。半分も食べちゃいました。でももうお腹いっぱいです。もう甘いのがきついわ。もうおばちゃんになっちゃった。うん、パパは来なかった、来れなかった。そう、じゃあでも本当にね、皆さんありがとうございました。4年半、マック、マック食べたい、食べちゃおうかな今日マック、マック食べたい、マック食べたい、お母さんマック食べたいよ、マック食べたいです。今日はマック食べます。夜もうね、明日から調整するね。だって今日さ何も食べて、でもさ昨日の夜めっちゃ食べたからな。ちょ、あの卒業ブロック見ましょうね。歌大丈夫だった？なんかさ、そう、あとね、これもね言いたかったんですけど、あの MC でさ、みんなが私のことをさ褒めてくれたりとかして、本当に嬉しくてね、私もうねそこめっちゃ見てるの。なんか私ってさしっかり者なんだね、みんなに言ってもらえる。ねえねえ、あ待って、これね裏話があるの。このね最初のイントロね、本当は喋る予定だったんですよ。今日は皆さん藤園霊卒業公演に来てくださり本当にありがとうございます。皆さんと出会えたことを本当に嬉しいです。これからも皆さんの幸せをずっとずっと祈っています。それでは聞いてください、忘れてほしいっていう感じで入る予定だったんですけど、忘れてて普通に、であなんか、あやばい、どういう顔しようみたいな。で私ね、うんーって笑うのね。笑い方がよくブスってママに言われるから、そう、口をねもうにーってして笑わないようにとか思ってたら、あれイントロすごい長いじゃん、気まずいと思ってたら喋んの忘れてたと思って、クリーニング屋さんありがとうございます。タワーありがとう、嬉しい、クリーニング屋さんありがとう、嬉しいわ、昔から応援してくださって本当にありがとう、嬉しい。見ます、じゃあ早速見て、気まずそうな顔してる、見ますね。足さ、じゃあこれもあるんだよね、あのなんか流しながら行くね。なんかさ足ね、左足にねめっちゃあざがねできてるんですよ。で前の日に送信エステって言って痩せるエステに行って、もう機械ゴリゴリ当ててもらって、そうふくらはぎとか3センチぐらいサイズダウンしたの、その1回で。でやっぱそんぐらいゴリゴリするからさ、あざになる可能性ありますって言われて、でもあざって隠せちゃうからいいやと思って、
そしたらね、隠し忘れてあざだらけの足で出演したっていうそう、思い出さないで。あ、そう、あとね、ちょっと流しながら言っちゃうんですけど、もうみんな見て DMM たくさん。そう、あとメイクさんが本当はいつもは2人なんですね、卒業公演の時も本当は2人で、その8人分のメイク、あの髪型をやってもらうんですけど、昨日は3名いらっしゃって、で、え、今日3名なんですねって言ったら、え、3名なんです、卒業公演の時って3名いらっしゃるんでしたっけって言ったら、いや、いつも2人なんだけど、私レイちゃんの顔が本当に好きで、最後は絶対に見届けたいと思ったから、今日は私レイちゃん担当で来たって言ってくださって、大好きなねメイクさんが、で、私の髪をやってくださって、で、私が高めツインをしたいんですよねって言ったら、レイちゃんの高めツインをしに来たの私はって言ってくれて、でも彼女の帽子が入らないかもしれないんです、どうしようって言ったら、私がどうにかするよって言ってくださって、綺麗に入るように試行錯誤してやってもらって、そう、最高なね髪型を作ってくださって、そう、お忙しい中ね、予定を空けて時間を作ってくださって、そう、本当にね、私だけ担当し、本当にしてくれて、私担当してくれたんだよ、私だけだよ髪の毛やってくれたの、本当に嬉しくてありがとうございます。ドサンコトントンさんもありがとうございます、北海道の、ありがとうタワーありがとうございます。もう昨日魔法かかったんじゃないってレベルでさ、綺麗に撮ってもらえて、配信嬉しい。衣装もさ、すっごい可愛いの。そう、本当はこのね、肩にリボンがついてるんですけど、本当はね、フィッティングの時ついてなくて、でもメイクさん、メイクさんじゃないや、衣装さんがつけてくれて、超豪華じゃないドレス。うほうほほさんも、え、いいのに、みんな今日はゆるくする配信だったからよかったのに、ありがとうございます。うほうほほさん嬉しい、ありがとう。うほうほほさん自分らしさね、脳トレなダンスでね、みんなで苦戦しました。まゆゆみたいな歌いだし、そう、真似しました、歌い方。嬉しいね。そう、それにね、スタッフさんたちに、レイちゃんって本当にオーラあるって言われて、超嬉しかった。オーラとかさ、褒められないじゃん。なんか幸せでした、本当に。昨日は、昨日はっていうか、特にいつも幸せだけど、なんか幸せってこれだってなんか感じました、昨日。本当に本当に、なんか、あ、幸せってこれねって感じました、初めて人生で。なんか今まで、あ、多分私って幸せなんだろうなって感じだったんですけど、昨日は、あ、幸せの正解ってこれだなって思いました。うーちゃん、ありがとう。うーちゃんさん、うちはもういつもアピールしてくれてありがとう。うーちゃんさん、ありがとうね。イエーイ。今日はマジでいいよ、今日はいいのに。今日はっていうか、普通に。ブケニャンさん、ありがとう。レイちゃんまは永遠のアイドルでしたって。初期の頃から本当にありがとうございます、嬉しい、ありがとう。
ふけにゃんさん、昨日皆さんの声援すごかった。いや本当にありがとう。めっちゃ漏れてない？これ CD に焼きたいんですけどさ、そういうことできないのかな、違法なのかな、もらえないのかな。普通に永久保存したくない？これ、この動画もう本当にね、幸せだったな昨日。科学大佐さんありがとうございます、嬉しい、ありがとう科学大佐さん、ありがとうタワー、ありがタワー、ありがちゃまタワー、ありがとう、嬉しいわ。そうで、まぁ、ちょっとあの話すところは桜みんなで食べた、そうメンバーからさ褒めてもらったのもすごい嬉しかったし、桜みんなで食べたのさ曲名忘れてさちょっと止まったね、泣きたくなかったのに初見たら泣いちゃいました。安心してやばい、また泣きそう。また泣きそう。なんか成長したよね私って。ねえセッキーさんありがとう、 MVP セッキーさんありがとう、嬉しい、ありがとう、ありがたわセッキーさん。めっちゃ泣いてるじゃん私。マック食べたい。ねえ、いちゃんだって嬉しい。ドレスさこんな感じって思った？みんな終わった。いや本当にね幸せでした。まずなんかファンの皆さんもねすごい、 もちろん大感謝なんですけど、なんかスタッフさんに私ってこんなに愛されてたんだと思って本当にね嬉しかったですね。なんかスタッフさんに愛されるメンバーになりたいって思ってて、やっぱりそのスタッフさんにさこうが来てくださるってさすごい嬉しいことじゃないですか。忙しい中さわざわざ来てくださって、そうだから私はもうね果たせました。
夢をいろいろと。そう、なんかメイクさんもさあ、わざわざさ、本当は2人なのに1名わざわざ来てくださって、私のためにだよ。そうだったから本当にね、嬉しいです、感謝です。そう、皆さんまた配信、あの TikTok、 あのまあインスタとか Twitter で告知しますので、皆さんまた遊びに来てね。じゃあ13位から、みんなタワー本当にありがとうございました。そして見てくださってありがとうございます。13位 YSS ありがとうございます。12位吉本レッツありがとうございます。11位チャチャさんありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位はうーちゃんさんありがとうございます。8位はライムさんありがとうございます。7位はクリーニング屋さんありがとうございます。6位はベンさんありがとうございます。5位はドサンコトントンさんありがとうございます。4位はカーク大佐さんありがとうございます。3位はセッキーさんありがとうございます。2位はウッホーホーさんありがとうございます。1位はブケニャンさんです。ありがとうございます。はい、皆さんまた配信しますので、あとお話し会とかでもお会いしましょう。本当に昨日はありがとうございました。幸せでした。19日、もしよかったら渋谷に無料なので遊びに来てください。じゃあバイバーイ、ありがとう、バイバーイ。